アブダ6-632号機、車体更新後、イントラーニャ駅に停車中ティチーノ州地域鉄道アブダ6-6系電車は、スイス南部のティチーノ州地域鉄道及び、イタリア北部のアルプス山独鉄道が運営する、チェントバリ鉄道で使用される、山岳鉄道用電車である。なお、本校では、アブダ6-6型を改造した、同系機であるアデ6-6型についても記述する。 イタリア語で百の谷を意味するスイス南部のロカルノとイタリア北部のドモドスソラを結ぶ1000ミリメートル期間の路線であるチェントバッリ鉄道では開業以来の1923年生アブダ44型電車11から18号機からの近代化とロカルノドモドスソラ間の所要時間短縮を目的に3車体連接式のアベ 88K3 編成が1959年に 投入されたが、本形式はこれを二車体連接式とした、区間列車用の巡動形器として1963年に、チェントバッリ鉄道を運営する、スイス側のティチーの周地域鉄道が31の32号機、導入したものであり、その後1980年代には31号機が、車体更新と合わせて、全室一等車のアデ6、6型に改造されている。製造は、 車体、SWP、電気部品、主電動機及び台車を t ィブが担当しており、抵抗制御方式で最大速度時速 60km、低格出力 540kW を発揮する山岳鉄道用の機体であり、所属ごとの各機体の基板、t ィブ製版、製造年、機体名は以下の通り、ありがとうございます。